ということでね、午後の部もね、リアレノちゃんいい？大丈夫？そう、もうね、こんなにちっちゃいのにね、自分で演奏して自分で歌うんです。ということでね、お願いします。子供の初めてです、私。皆さん子供のライブって見たことありますか？子供さんのね、お母様がそちらにいらっしゃいますが、もうすぐ沖縄の方にも行かれるそうです。それではリアレノちゃん、よろしくお願いします。私はリアです。僕はレノです。2人合わせてリアレノです。どうぞよろしくお願いします、愛知県のもうすぐ5年生になりますリアと、僕はピクミカの1年生ですか、2年生です。よろしくお願いします。私たちですが、3年連続テレビ朝日、サンドウィッチマンさんと芦田愛菜ちゃんの番組「博士ちゃん」に、出演、小学用博士ちゃんとして出演させていただきました。ということで始まりました、西尾市桜まつり保護猫支援募金ライブオールスターズ、イエーイ、盛り上がっていきましょう。そして、今日は世界自閉症啓発デー、別名ブルーデーです。生きていることに、支えられていることに感謝しながらライブをしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、レノ君、曲と MC よろしくお願いします。自分のこと好きですか？どうせ自分なんていらないと思っていませんか？いいところも弱いところも全部自分の第一の一部、そういうのが積み重なって今の自分がいます。相手のいいところも弱いところも全部認められる人になりたいです。そして強くなくてもいいから逃げなきゃいけない時には逃げれるようになりたいです。聞いてください。クレヨンしんちゃんのオーラ人気者です。よろしくお願いします。ゾウさん、ゾウさん、オラも人気者。「れよ、いつにも明日にも抜けが大切。 Come on baby, come on baby、 理由もない急になっても結婚しないとどうだったオラは人気者。パニッパニッパニッみんなが拍手する。オラは偉いとかっこいいけど良い子も大変だ。Come on baby, come on baby、 玉ねぎとブルー、そんな目して見つけてくれるよどうだどうだうらまにパニックパニック将来楽しみだ。ねえねえお姉さんピーマン好き？人参食べれる？納豆にはネギ入れる方を。え、ほんと俺たち違うかも。ありがとうございました。今の曲はクレヨンしんちゃんのオラにけものでした。そして今から中島みゆきさんの「ファイト」を歌います。すごい僕がこの歌で一番大好きな歌詞は「勝つか負けるかそれは分からない、それがもとにかく戦いの出動通知をきちんとあいつは海になりました」というところが好きです。で去年鹿児島の知覧というところに来て戦争を勉強しに来ました。そして戦争に行く人たち、そこで戦争を勉強しに来ました。それで分かったことがあるんですけど、戦争に行く人たちは勝つか負けるかが大事なんじゃなくて、大事な家族を守るために戦争に行ってるんだと気づきました。命が一番大切。今もウクライナとロシアで戦争を進めています。一番命が大事だから戦争は起きてほしくはありません。聞いてください。中島みゆきさんのファイトです。よろしくお願いします。仕事もらわれへんのやと書いた女の子の手紙のとがりながら震えている楽器持ちだと少年たちの根が年を取るおにぎりしめすぎた拳のろかすめが突き刺さる。私は浮気したんで昨日電車の駅帰ったんで転がり落ちた子供と飛ばした女の不思議は私も戻ってしまって助けもすぎもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。震えながらゲラガラ魚たち登ってゆく。光ってるのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから、水の流れに身を任せ、流れ落ちてしまえば泣くなのにね。痩せこけて、そんなに痩せこけて、魚たち登ってゆく。勝つか負けか分からない、それでもとにかく戦いの出場通知を抱きしめて、あいつは身になりました。愛と戦う君の歌を戦わない奴らがありがとうございました。今の曲は夏のミツの回答でした。途中で語忘れしました。ということで次の曲で最後になります。ありがとうございます。レノン君もさっきウクライナの戦争のことを言ってたんですけど、毎日最近ね、テレビや SNS で辛い場面を見ることがあります。この前テレビで1歳半の男の子が爆弾の破片が当たって死んでしまったのを見ました。その子のお母さんは、憎むのは戦争のはずなのに自分を責めてました。爆弾から子供を助けられなかったって。一番辛い思いをしている人が自分を責めるのって、そんなの変だと思います。苦しみの鎖はきっとずっと、どこへ行っても何をしてもずっとその人を苦しめる。無理やり切ろうとしてもその人の体が切れちゃうから。その鎖を切ってあげられないなら、せめてその重い鎖を持ってあげられる人に私はなりたいです。鬼塚千尋さんの月光です。今日はありがとうございました。ということでよろしくお願いします。この腐敗した世界に落とされたこんなもののために生まれたんじゃない。の鎖が許さない心を明け渡したままであなたの感覚だけが散らばって私はまだ上手に片付けられずにこの腐敗した世界に落とされたんだ Crying on such a field こんなもののために生まれたんじゃない理由をもっと喋り続け私が眠れるまで効かない薬ばかり転がってるけどここに声もないのに一体何を信じれば会えんかじゃあ正しい音は背中「明るい顔にそうこんな想いじゃどこにも居場所なんてない」「冬たいに冷たい風とか」「次はどれに弱さを許す」伸ばさないであなたなら救い出して私を静寂から時間は痛みを加速させてくあんたこの腐敗したということで今日は私たちのライブを最後まで見てくださりありがとうございました。僕たちですが最近いろんなところで歌ってもらってます。もし見かけたら「リアルの」って声をかけてください。めちゃくちゃ喜びます。YouTube や InstagramFacebookTwitter もやっています。リアルのって検索してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。ということで今日は本当にありがとうございました。リアルのでした。